こんにちは。今回はですね、私のところにお送りいただいたブログをちょっと紹介しようと思います。まあ、よくやり取りしているともちんっていうね、ともちんさんという方が管理者でございます。で、このブログはね、教養アップでモテちゃうよということなんで、なんかね、頭が良くなったらモテるというね、そういうふうな視点で、女性目線でこのブログを書いていただいてますけども、そうですね、やっぱり頭がいい男性って年を取れば取るほどモテるんじゃないかなっていうふうなことを私も聞いてますんで、まあ、これからもね、私自身、まあ、いろんなことを勉強してね、モテていきたいなと思うんですよ。モテると言っても、世の中の多くの女性にモテようと思うわけではなくて、やっぱりね、奥さんとか子供に対してモテていこうかなっていうふうに私は考えてるんですよ。もちろんね、この年になって奥さんを口説くというところまでいかないんですけども、やっぱりね、いつも生まれ変わって新しい視点を持っている、この久保哲郎ってものがね、自分で育てることによって、奥さんから見てね、やっぱり魅力的な男性でいたいなと思いますし、まあ私の場合はちょっと年が離れてるんで、やっぱりね、年相応に、見られるようなね、そんな50歳を目指したいと思います。ということなんで、今回のブログちょっとね、見てみましょうかね。ここにね、プロフィール書いてますよね。日本が大好きだと叫びたいぐらい日本が好きなんですよね。はい。それでね、記事をずっと読んでると、あ、ことわざとか慣用句みたいなのが紹介されていて、その内容がここに書いてますよね。うん、で、ちょっと例文もあるということなんで、コメントお待ちしてます。なるほどね。あ、爪が長いという。爪に火を灯す。ね、これもよく聞く話ですよね。小さいことをコツコツ積み上げるみたいな気持ちだと思いますけども、まあ、倹約家っていうことですよね。で、こちらのね、ことわざ、私もね、よく意識するんですよ。まあ、傾向となるも、牛語となるなかれというふうなことで書いてますけども、実はね、これ、私がね、ずっと実践していることなんですよ。まあ、大きな組織に入って、そのね、末端でいるよりも、小さな組織であっても、そのトップ、リーダーになった方が、私はね、性に合ってると思うんですよ。これ、ビジネスで例えると、大きなマーケットでアクセクね、競争に巻き込まれるよりも小さなマーケットのナンバーワンになるっていうことなんですよ。で、私の速稼塾っていうのは広島から始まりましたけども、広島で一番のインターネットビジネススクールを作ろうかと思って始めたのが2013年なんですけども、まあ初めてね、1年目には広島一番のネットビジネススクールに、まあ自他ともに認めるものになりました。これはね、大げさに言うわけではなくて本当にそうなんですよ。2013年でネットビジネスの先駆者といえば、多分私の速稼塾1個だったと思うんですよね。それから私の塾生さんがいろんな塾を始めたりとか、それに触発されて別の組織がね、広島に入ってきたり、もともと広島にお住まいの方がネットビジネススクール始めたりとか、コンサル業を始めたりとかっていうので、まあ今はね、結構賑わってると思いますけども、ただね、私が2013年に広島ナンバーワンで始めた時は、まだまだ小さなマーケットでした。それこそね、年間で2500万ぐらいしか私も売り上げ上がらなかったんですけども、ただ年間で2000万以上の売り上げを上げたネットビジネススクールもなかったんではないかなと思います。ということでね、次に私が考えたのは、小さなところで一番になる。その小さなところで一番になった実績を持って、ちょっと大きなところにね、出ていこうかと思いまして、中国地区一番のネットビジネススクールっていう風になれないかなって考えたのが、2015年ぐらいだったんですよね。まあ、それからというものね、別にもう、どこの一番っていうのことは考えなかったんですけども、多くのね、これからビジネスを始める方に、ちょっと語りかけたいことがあるんですよ。まさにこのことわざなんですけども、小さなところの一番になる。その小さなところっていうのが、例えばね、5人の組織でも10人の組織でもいいんですよ。それこそね、人口100万人の中で一番になるとは言いません。まずは自分の一番が取れる小さな組織を意識することなんですよ。それこそ自分ともう一人という2人の組織の中で一番でもいいですよね。で、そういうことが小さなビジネスを成功させて、ひいてはそれを大きなものにする第一歩、秘訣だと思うんですよね。そういう意味では今回の傾向となるも牛語となるなかれっていうのは非常に私もね、学ばせていただくことわざになっております。ということでね、まだまだ記事がありますんで読んでいただきたいと思いますけども、最後にね、この記事を書いているともちんにアドバイスをするとしたらどんなことがあるかってことになると思いますけども、そうですね、例えばここなんですけども、ご自身の体験を、私が今お話したみたいに、ご自身の体験をこのことわざに、まあ、なぞらえてね、エピソードを1個書いていくと、ともちんの人柄が出てね、とってもいいものになるんではないかなっていうふうなのが今日のアドバイスですね。でも、このブログね、今スタートしたばかりだと思いますけども、とってもいいテーマで、始められたんで、まずはね、継続して、この動画じゃない、ブログが、ともちんのね、
息吹を吹き込まれることを私もすごく期待しております。また見に行きますんでよろしくお願いします。更新できましたらまた教えてください。それでは本日は以上です。皆さんもねぜひブックマークしてコメントなど送ってみてください。ともちん喜んじゃうと思いますよ。それでは失礼します。